平野紫仕様のファッションに見る贅沢とファンの熱狂。日本の人気アイドルである平野仕様が最新のファッショントレンドと高級ブランドを取り入れたファッションセンスで再び注目を浴びています。その最新のファッションコーディネートに関する情報が SNS やオンラインニュースで話題になっています。この記事では平野紫仕様のファッションに焦点を当て彼の洗練されたスタイルと その背後にある興味深い要因について探求します。平野仕様の贅沢なファッション。9月18日、平野仕様は自身のインスタグラムで全身類ビトンのコーディネートを披露し、多くのファンから注目を浴びました。彼はデニムシャツ、パーカー、デニムショーツ、スニーカー。 そしてビトンのミニバッグを巧みに組み合わせており、その総額は驚きの120万円以上に達しています。デニムシャツ約31万円、パーカー約20万円、デニムショーツ約23万円、スニーカー約23万円、そしてバッグ約30万円。これらの高級ブランドアイテムが一堂に返したスタイルは、平野仕様の贅沢なファッションセンスを象徴しています。 ファンの熱狂。平野仕様のファッションセンスに対するファンの熱狂は非常に高まっており、公式オンラインショップでは、平野が着用したデニムショーツやパーカーが売り切れ状態となっています。SNS 上でも、彼のコーディネートに対する絶賛の声や、売り切れに驚く声が相次いでいます。以下は一部のファンのコメントです。 久しぶりに仕事モードの顔してる潮君を見た気がする伝われやっぱり最強最高だわ待って。潮君、バッグ、売り切れてたんだけど、検討の余地なく売り切れ、もう平夜んさすがだよ。簡単ふ。平野様さすがだよ。簡単ふ。ほんと最高かっこよすぎだしそれにしてももう売り切れって皆さんのスピードにも財力にも驚きなん、だけど、 ヒラの仕様のルイ・ヴィトンへの愛は広く知られており以前にも全身ヴィトンで出演したことがありその際にも高額アイテムが完売し話題を呼んでいました。彼の影響力は非常に大きく多くの人々にファッションの新たな視点を提供しています。エルメスへの注目。 9月19日、平野市要はファッション誌、エルジャポン、11月号で初登場し、表紙を飾ることが発表されました。特集では、彼がビートンを着用したファッションポートレートが掲載される予定であり、彼のファッションアイコンとしての地位が一段と高まっています。 また、同日には彼のインスタグラムにて、エルメスのダフルコートを着用した写真を投稿し、260万円超えとされる高級アイテムに対する注目を集めました。このような動きからも、平野の仕はファッション界で本格的に活動を広げる方向に向かっていることが伺えます。結論。平野の仕のファッションは、 彼の個性とセンスを際立たせ多くのファンを魅了しています。彼が高級ブランドアイテムを取り入れることでファッション界に新たなインスピレーションを提供し高価なアイテムの人気を高めています。またそのファッションアイコンとしての地位はファッション雑誌や SNS を通じて一層高まっており今後の彼のファッション活動にも期待が寄せられています。 彼のスタイルはファッション愛好者にとって刺激的であり、その熱狂は今後も続くことでしょう。